してもう一つの方は3種類のチーズロールってやつです。で、わざとちょっと焦げてしまったような感じになりましたけども、この焦げ目がまたいいですね。ではいただきます。うん、あのプリプリとしてて春巻きだね。うん、ちゃんとにほらチーズの味がして、でこれオリーブかなんかで揚げてんのかね。そんなにうん、油っこくなく、このモッツァレラチーズで焼き上げましたが出ていて、実にまろやかで美味しいチーズの味で、これはこれで結構いける。うん、チーズ味だなと思いますね。なかなかの良い味で、うん、結構ねサクサクパリパリ感で、あ、これ本当にいけるわ。チーズがあんまり好きじゃない人はあれですけど、チーズが好きな人はいいです。これはね、モッツァレラチーズにゴーダチーズ、バルメザンチーズ、3種類のチーズを使ってるらしい。ただ私もあんまり食べ物にすごい得意なわけではないので、その3種類のチーズの違いが分かんねえよっていうね、どうしようもねえところがあるんですけど、でもまあなかなかその一つはね、なんかチーズの中でもちょっとネバッと粘り深い味わいっていうのかな、それがあるチーズがありますね。それがどれに当たるのか知らないんだけど、まあなかなかいい味で、チーズが好きな人にとってはこれはいい味だなと思います。私は正直言って昔はチーズってあんまり好きじゃなかったんですよ。でも半分大人になってみると、まあ、チーズってのもいいのかなと思うようになって、まあ、そういうところが非常に良いなと思いましたね。どうもありがとうございました。